YouTube の歌うまの、ね、動画を見る必要ありませんこちらで十分でございましてはい、ありがとうございました。オリスカちひろさんの歌インフィニティをお送りいたしました。それではまたまた次美しいあやちゃんに歌っていただきます。ソングをお送りいたします。同じ気持ちになれたのに。
しい。ありがとうございました。一枚の歌を歌っていただきました。それでは続きまして布施明さんの歌でございます。よりこさん愛を飛べお送りいたします。Oh, yeah.
それではラストでございます。これまたね、皆さんもしよかったら踊ってください。あゆかちゃんラスト、愛と欲望の日々お送りいたします。どっちにしても前に出てくる。
で参加の皆様前に来てください。よろしいでしょうか。ありがとうございます。じゃあですね、これね、一番最初に私とね、よしこちゃんで始めた歌姫生ライブでございましたら、すっごいごめんな、はい、ということで一人ずつ今日はね自己紹介していただきたいと思います。それでは一番最初のじゅんさん、最後に立ち会ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日は本当に最後に歌姫ライブ参加できてよかったです。ママありがとうございました。ありがとうございました。それではよりこさん、違うな、よしこちゃんや、よしこちゃんです。はい、今日はですね、最初、一番最初はママと2人で、始めた歌姫ライブだったんですけど、今日はファイナルステージということで、こんなにたくさん年齢も若い方がたくさんね参加してくださって楽しかったです。はい、また、このままね歌の方ではつながりをね、はい、していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。でまたね違うところで何か考えますので、はい、ね、みんなで出てほしいと思います。はい、それでは、続いて、はい、めぐみちゃんです。めぐみちゃんも遅刻遅刻2人で始めた中に入れさせてもらって、そしてね、そうそう、2回目か3回目ぐらいにめぐみちゃんが、はい、3人だけでやってた、やってた。そしたら YouTube でバンされてるね懐かしい。竹内まりや、中島みゆき、もしもそうそう、2人でやったらね、やったらバンされてるんです。すぐに切られましたね。そんな思い出もありつつですね、はいはいはい、何回かやりました。去年はずっとね、2ヶ月ごとに、うん、やってましたね。今年はちょっと初めて、ということで、はい、最後になっちゃいましたが、はい、最後に1曲だけです。遅刻しました、すいません。はい、また仕事だからね。そうですね、はい、はい、また何か次回あれば、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。絶対企画します。はい、それでははるかちゃん、ありがとう。ありがとうございました。最後呼んでいただいてありがとうございます。作って土台を作ってもらって、その後声をかけてもらって、それからでさせてもらったんですけど、最後やれてよかったなと思います。ありがとうございます。またどこかで絶対やりましょう。はい、はい、お願いいたします。ぜひその時はお願いします。ありがとうございました。ではあやちゃん、あやちゃんお願いします。今日は呼んでもらってありがとうございます。もう、3回目なんですけど、いつも楽しく歌わせてもらって、いつもすごいみんながパッて言ってくれるもんで、ね、気持ちよく歌っております。またどっかで、はい、いつかはまたみんなで一緒に歌えたらいいなって思います。はい、お願いいたします。ありがとうございます。それではよりこさん、よりこさん登場からありがとうございます。いや、こういうね、歌姫に参加できる歌ではないんですけれども、楽しんで参加させていただきまして、最高齢の私は最高に楽しい名古屋からね、わざわざ来ていただいて、名古屋のあちこちでライブに出てはる人で、こちらからお願いして出ていただきました。ありがとうございます。それでは猫ちゃん、猫ちゃん今日ね、全く知らずに何も知らずにたまたまフラッと入ってきたらこんなことになってこんな伝説の歌姫ライブに飛び込み参加させていただいて、はい、前からね声をかけてたんですけど、まさかこんなんとは思わなかったでしょ。そう、ね、YouTube で何回かね案内してもらって見たことがあって、はい、見たことある見たことあるって芸能人に会ったりとかそんな素敵なライブに飛び入りで、はい、ありがとうございました。参加できてとても嬉しいです。ありがとうございます。お父様お母様本当ありがとうございます。突然すいません。ありがとうございます、はい、それではあやかちゃんお願いいたします。歌の力はね、本当に偉大だなと、ゴルムさんで学ばせてもらいました。これからもね、歌う場所はちょっと少なくなると思います。大丈夫、また私が作りますから待っとってください。また皆さんで、ね、はい、もうすぐさま動きます。はい、ありがとうございました。見ていただいた方、本当に長い間、お付き合いありがとうございました。
これで一応このソイチョウ、ソイチョウ支店の、ゴールドムーンは、卒業ということでねありますが、また新たにゴールドムーンが誕生する日々を楽しみに待っててください。今日はありがとうございました。たくさんありがとうございました。皆さんありがとうございます。お疲れ様でした。はい、OK です。お疲れ様でした。ポコちゃん、ポコちゃんだった。ポコちゃん。そう。ちょっと切れたもん。ポコちゃんだった。すいません、優先お願いします。ここからは普通に歌ってみてください。楽しく。はい。はよ。朝くんが歌わなあかんの。朝くんが歌わな。どうも。